ファンプラスミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。こぼれのギターボーカルの佐藤武です。ベースの田中そらです。僕たちこぼれはセカンドフルアルバム風景になってを8月5日にリリースします。聞きどころをじゃあお願いします。はい、これはですね、今までのこぼれらしさを全力で詰め込んだ1枚となっておりますが、新しいチャレンジもなんかしてたりして聞きどころ満載なのでまた聞いてください。じゃあライブ告知をびっくり本当にね、素敵な1枚になっております。ぜひぜひ聴いてみてください。そしてこぼれヘベレケツアー2020を行います。9月20日の千葉ルックを皮切りに、全35本回りますので、まあこの状況なのでいろいろ変わってしまうことも多いと思います。なので詳しくはホームページだったり SNS 等をチェックしてください。マイ検索ワードでございます。あ、いつものね。僕はもう前回と変わらずブレないですね、そこは。なんて読むんだっけ。ASMR が耳かきって知らないです。まあもうおすすめじゃないですね。な、何、まあ？僕の検索ワードはスタジオの営業時間です。めっちゃ真面目じゃん。そうですね。まあ、そういう真面目なお前におすすめしたい、うん、ASMR 耳かき。あ、本当に。マジでおすすめです。一応検索してみろ。でも音量マックスにして ASMR 耳かき調べて押すと、うん、広告が流れてきてびっくりしちゃう可能性があるので、なるほど、その調べて検索して押す場合は軽くちょっと下げ て、 下げて徐々に上げていくスタイルのがいいと思います。了解です。ぜひぜひ8月5日のフルアルバムよろしくお願いします。お願いします。以上、こぼれのギターボーカルの佐藤健とベースの田中そらです。ベースの田中そらです。まあいいよ、大丈夫です。以上、こぼれでした。ありがとうございました。